牧野智明 SNS でバズる、ユーロ2024の決勝、アベマで解説した牧野智明氏の発言が反響を呼んだ。試合中に、他選手のバルセロナ移籍が決定したとコメントしたのだ。確かに、バルサへの移籍が取り沙汰されているが、まだ決定はしていない。アナウンサーも、決まりましたっけと尋ねるが、牧野氏は自信ありげに、記事が出てましたと答える。ただ、試合中のスタッフの確認により、まだ決定していないことが伝えられた。この発言は SNS 上で、たちまち話題となり、牧野適当が X のトレンド入り。牧野は、今携帯見たら、友達からお前、トレンド上がってるぞって、笑い、牧野適当がトレンドになってるって、皆さん申し訳ないです。適当じゃないでです。そういう情報があったんで言っただけ。なんで長谷部誠氏から、よかったじゃん牧野、適当なのが世間にバレてと笑いながら突っ込まれると、適当じゃないでです。笑い、ちゃんと準備していた情報なんでとタジタジだった。個人的には面白かった。マジで何言い出すのかと思ったよ。遺跡の噂が出ていたのは確かなので、適当というよりは早とちりって感じかな。最初から嘘をつくつもりでもなく、しっかり調べた結果が誤報になってしまったわけでは、騒ぎになっても叩くほどではない。まあ、牧野自身はそういう情報は確認したんだろうけど、その情報がトウスポ系だったんだろうな。さすがの牧野、そして、長谷部の冷静な、ツッコミめちゃくちゃ面白いけど、関係者はちょっと面白くないだろうね。引退してからバラエティで、牧野を知った方が開口一番、適当そうな人と言い放った。はい、その通りです。適当、なのが重宝されすぎるあまり、不器用な人間が大したことのない、ミスを犯しても大目玉を食らう。適当は気になるが、それ以外は別に気にならない。マニアックなガチ解説ばかりも好きじゃないし。これでニコがバルサへ移籍したら、ほら、俺の言った通りじゃんって、さらに適当なコメント残しそう。誤報はともかく、牧野だけがまともに解説してましたね。牧野適当すぎだって。まあ以前も、ホンダとかにいじられてた時から感じてはいたけども、もともと腸がつくくらい適当な人だから、信用したらあかん。ここは長谷部の言葉に救われたかな。ただ今後は気をつけた方が良さそうだね。この番組を見ているのは結構なサッカーファンなはずだから。うまく話を持っていく長谷部ファインプレイでした。それにしても牧野くんは言語化は上手いのにキャラのチャラさは相変わらずだな。長谷部氏と良いコンビだと思った。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。